どうもこんにちは。最近ゲーム専用の PC ケースを入れ替えたんですが、その時にパーツを外す前に撮影をしていて気がついて、ずっと気になっていましたが、まだ購入して1年未満なので保証の切れる前に問い合わせをしていて、返事が来たので地元の購入店舗に持って行って修理を依頼しました。グラボは RTX3080 なんですが、バックプレートのファン側にナメクジが張ったような跡があったので、アスクに問い合わせをしてチェックをしてもらうことにしました。アスクの言う話では台湾に送ってみてもらうということで、最低でも4週間はかかるとのことですが、時期的に年を越すかもしれません。そのためこの PC に入っているゲームはできなくなるのでご了承ください。それでは失礼します。